の持続可能な開発目標ということで国際的な目標でもあります、うん、で、今日はですねその中でも1番貧困をなくそう、8番働きがいも経済成長もというところに注目していきたいと思います。ではまずこちらの数字ご覧ください、はい、17億人、これパッと何か思い浮かぶことありますか？思い浮かぶこと、はい、日本の人口の10倍以上、うん、はい、今現在ですね画面上部に大雨警報の継続中という情報が入りました、うんうん、皆さんご注意ください、はいはい、で17億人、うんうん、日本の人口の10倍以上、まあその通りですけどもね、そうではないんですよ、はい、で仕事で、車が必要だけれどもローンの審査が通らないだとか、結局車が手に入らずに、仕事がうまく進まない、で働く意思や経済、返済の意欲があっても銀行口座を持たずにローンの審査に通らない人が世界に17億人もいるとされているんですね、はい、彼らはローンやリースを使って車を購入できないために、働く機会を逃してしまっているんですね。そういった方々が車を手に入れることができ、真面目に働く機会を与えるあるサービスをご紹介したいと思います。自由な時間ができて、まあ、収入も安定して、で家族の時間も持てるようになったっていうのはかなりいいですよね。関西を中心に配送の仕事をしている A さん、現在は自分用の車を使って各家庭や企業に荷物を届けていますが、車のローン審査が通りにくかったため車を使った仕事を始めたくても始められない状況だったといいます。実際無理なんですね、ローンが通らないで、一番は安定ですよね多分。雨でも仕事があるんで、今は前の時は雨やったら休みやったんで収入も安定しなかったんで、競馬になってからは安定して仕事ができてますね。仕事で車が必要だけど通常のローンやリースの審査が通らない、そんな方たちのために神戸市西区の辻元自動車工業所ではあるサービスを案内しています。車を買いに来られたお客様の中にはローン審査が通らなくて買えないお客様も一定数いらっしゃいます。今までですとそのまま諦めてもらうしかなかったのですが、まあ、そのようなお客様にも提案できるのが GMS のサービスです。通常のローン審査が通らない人でもローンを組むことができ、車を手に入れることができる GMS のサービス。冒頭の A さんも GMS のサービスを利用して配送の仕事に必要な車を入手できました。審査が通って納車までが1ヶ月ほどですね。黒ナンバー取得するにもお任せできたんで初めてですよ、個人事業主として。あ、今回がはい。一方の販売店側にも GMS のサービスにメリットはあるようで、突発的な事故や故障でご来店いただくお客様が数多くいらっしゃいます。中には修理代金が高額になり、いろいろな事情で通常のローンをご利用いただけない方も少なからずいらっしゃる中で、車がないと生活ができないという方々が大多数です。そういうお客様にもご提案できるサービスがあると弊社としても安心です。しかし GMS のサービスは通常のローンが通らない人向け、利用者の支払いが滞った場合はどうするのでしょうか？車がご自宅等の安全な場所に停まっていることを確認した後、エンジンを起動制御いたします。で支払い確認された後ですね、エンジンを起動制御解除いたしまして車を通常通りご利用いただけます。利用者の支払いが滞ると車に取り付けられた GMS のデバイスにより遠隔でエンジンの起動を制御、支払いが確認できれば利用者は再び車を使うことができるようになります。また位置情報も特定することができ、盗難時にも車を守る役目を果たします。車がないためにですね、働きたくても働けない、頑張る意思はあるけれどもこれまでの社会制度の中では救えなかった人々を救いたい、
そんな思いでこのサービスを提供しております。一応3年契約で3年後に買い取るか返すかみたいな選択があって、これはもう買い取る方向でしか考えてないです、うんうん、時間が自分の都合のいいように使えるし、家族のためにも使えるようになったっていうことですかね。通常のローンが通らない人でも仕事に就く機会を、日本だけではなく世界でもこの取り組みは進められています。